斉藤義達、斉藤康成は、戦国時代の武将、美濃国の戦国大名、道三流斉藤氏の第二大当主、室町幕府昌番衆、大英七年七月八日、斉藤俊政の長男として生まれる。母は、即室の新吉野。陽名は、豊田丸、元服後は俊久、康成と名を変えているが、本記事では義達で統一する。 天文23年2月22日から3月10日の間に、道蔵が隠居したため、美濃守護大斎藤氏の家徳を継いで、稲葉山城主となったとされる。この隠居は父、道蔵の自発的なものではなく、家臣の信頼を得られず、両国経営が円滑に進まなかったための交代劇という見方もある。なお、天文17年相続説や、道蔵の隠居は、 ミノ国初級記で述べられているが、信長後期や、コウミノキなどの信頼性の高い資料に記述がなく、道蔵は隠居していないという説もある。その後、道蔵は吉達を、傍者と断じ、利口者の孫四郎や、木平次郎を溺愛するようになる。一方の吉達も、父の政策と立ち振る舞いに対して、不満と危機感を募らせていく。ついには道蔵が義立を拝着して、 性質の証券の方の腹である孫四郎を着手にしようとし、弟の紀平次には一式民に、兵衛大輔と名門一式氏を名乗らせたことから、両者の関係は最悪の事態を迎えた。工事元年、吉達はおじとされる長井道と氏と共謀して、孫四郎、九平次らをおびき出して、姫野の広をサムに殺害させたため、道蔵は多くは城に逃走した。なお、 ミノメーサイキの分析により、実はキヘイジのみは、殺害を免れて生き延び、弟とされるリタカシになったとする説があるが、この説は成立せず、やはり二人同時に殺害されたとするのが妥当とする、反論がある。この生存説かつ同一人物説の根拠とされているのは、キヘイジとリタカシが、現場という通称、仮名を用いていることである。工事2年。 吉達は、長良川にて道蔵と退治、道蔵を支持する勢力は少なく、旧都騎士の勢力に支えられて、道蔵を打ち果たした。また、明智主など、道三に味方した勢力も別動隊を用いた、迅速な傭兵で、ほぼ同時期に攻め滅ぼしている。終わり国から織田信長が道蔵を救援に来ていたが、間に合わなかった。吉達と多少の戦闘をしつつ信長は撤退した。 なお、この時に吉達の末弟、斉藤理事が、尾張の織田家に亡命し、織田信長より偏旗を与えられ、潮流と改名している。尾張織田家との戦闘が続く中、吉達は、京都の将軍、足利義輝より、一式死を称することを許され、身の死五代家、斉藤氏より改名、永六万年に、ジブ大輔に任官し、永六二年には上落し、 足利義輝に越権する。さらに南大江の六角義晴と同盟を結び、北大江の浅い日様さとも戦う。しかし、尾張国の織田信長の進行が、より激しくなるなどの不利な条件もあり、勢力拡大は果たせなかった。後に停発して、権竜と交している。英六四年、左京大部に認じられるが、同年の5月11日に病死した。年 時生は、三十四年、守護天入り、刹那一句、仏祖普伝。あと、この辰沖が継いだ。なお、奇病については、マルハン症候群と断定されている生前に、岐阜市の城在寺を、菩提寺と制定している。この寺には、国の重要文化財に指定されている、斉藤義達肖像画が所蔵されている。この像画は、そのののによるもので、肥満で、 下ぶくれの怪異な容姿をしており、父の道蔵とはあまり似ていない。ありがとうございます。